ガランキプレイではですね、これから全日本選手権ベスト4、シングルスベスト4の片山翔プロで、ダブルスは優勝ですよね。2回優勝の選手と一緒に4ゲーム選手をやらせてもらえるということで、お願いします。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 リベンジマッチ、はい、2年前か3年前ぐらいに1回柳川高校にお世話になった時に、一緒にあの練習試合してもらって、それ以来の対戦をさせてもらいます。はい、記憶ないんですけどね、僕は僕はすごく記憶にあって、先ほどもあの一緒にお蕎麦屋さん食べさせてもらった時に話したんですけど、よくインスタグラムとかのライブだったり質問コーナーとかやった時に、今までやった選手で一番強かったのは誰ですかみたいな聞かれるんですけど、いつも片山翔プロって答えてて、そうだね、光栄です。で、本当にそれぐらいボコボコにされたっていう印象しかないですね、本当に。本当に自分もめっちゃ攻めてくるとこはしっかり攻めてくるっていう印象しかないから、はい、隙がないんで、ね、うん、はい、今日はちょっと久しぶりにあのファイトするんでよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。黒木選手、黒木選手お願いします。なんか以前2年前やったじゃん、はいはい、でよりめっちゃこう攻めるようなテニスやったじゃん、はい、今回はどのような、まあ、戦略っていうか、いや、まあ簡単なミスはしないようになるべく、翔さんにさっき言われた、まあ、前回の動画要銀行でハードワークで言われたと思うんですけども、簡単なミスはしないっていう。なるほどね、はい、まあ、いつも変わらず、はい、そうですね、そうやるだけですね、はい。お、どのようなマインドでプレイしているか、面白かったら教えてもらえないですか。マインド、はい、1ゲームも上げたくないなっていうマインドです。おー、なるほど。プレイ的にはどんな感じなんですかね。戦術的にどういう攻めようとか。戦術的にはやっぱちょっとリターンをしっかり、はい、最初のゲームだったんで、はい、でそこから自分の冬のストローク展開に持っていく。わかりました。まず1ゲーム目なんでちょっとラリーをしたいなと。ありがとうございます。ここからです。おいやー、ナイスショー。ありがとうございます。すごいですね、角度。結構ね、調子いいかも。あ、そうなんですね。あー、もういいサーブ打たないといけないっていうプレッシャーで
ちょっと力入りましたね、セカンドサーブ。ああ、そういうことか。頑張れ頑張れ。おお、ナイスショちょっと待って、元気出せよ。ちょっとあの2-0のサーティホールでダブルボールとしたのがめっちゃちょっとすごいあのリターンでプレッシャーかかって、うん、あの相手からプレッシャーかけるの怖くなって、サーブ打たないと打たないとと思って力入ってちょっとダブルボールしちゃって、なんかやっぱちょっと圧がちょっとすごいなっていう、あパワハラパワハラじゃないパワハラじゃないですけど、なんかあの少しでも甘いボール打っちゃうと、そう、ね、あのもう来るなっていうのがあって、うんうん、いつもちょっとこうミスしないところでガシャったりとか振り遅れたりとか、うん、で甘いとこ行ったら最後みたいに決められるし、なんか自分の中であれぐらいの球でミスしないで最近やろうっていうふうにずっとやってて、あれだとやっぱ片山プロみたいなトップの選手とやった時にやっぱ何もプレッシャーなくて、ただそういうふうになっちゃうんですか。いや俺がね感じたのは、はい、別にボールはそんなに悪くないんだけど、あ、本当ですか。ポジションは後で映像見たら分かると思うんだけど、はい、後ろすぎるんじゃないかと思うんだよね。あ、リターンですか。リターン、はい、からの、そうだね、はい、リターンの時、はい、リターン打ってからも結構後ろにいる感じがするから、でそれで下がりすぎてて、はい、なんか球がこの浅くなってるのかなっていう感じ。あ、ちょっとポジションも良くなかったかも。あ、なんか僕的にやっぱりその前に行きすぎると翔さんのボールが速すぎて、うん、なんか間に合わないっていう印象あるんですね、うん、でオムニコートもうプラス滑るじゃないですか、うん、余計間に合わないみたいな、うん、そういう時どうせ、まあそれはまあ自分のやっぱフットワーク不足って感じ。そうだね、やっぱ足は結構気をつけるね、特にオムニコートでは。普段よりもやっぱり正確に早く、はい、ポジションに入るように、はい、しとかないと、やっぱりね、この1回滑るとどんどん増えていくから、はい、そこは気をつけて、はい、やっぱ下がりすぎるとやっぱり飛ばせないから、なかなか、はいはい、どんどん押されていっちゃうから、はい、そこをちょっと改善した方がいいかもしれない。練習中からじゃあもっとポジション前にして、そうだね、ディフェンス前にした状態でディフェンスをするっていう。そう。あ、でそこから甘くなってすぐ前に入るとか、はい、もっとあのポジションをスライドキングに持ってくる、はい、最初の1ゲーム目の1ポイント目、僕バックハンドを待ってつなげたんですけど、うん、ああいうのとかも欠かさず前にって感じですよ。そうだね。なんかやっぱ簡単にミスしちゃうと相手にラッキーなポイントを与えちゃうかなと思って、そこでこう自分の中でこうごちゃごちゃになってちょっとこう入れに行っちゃってるんですよね、うん、あれはやっぱリスク追っていかないといけないですか。でもさ、そんなにリスクないでしょ、はい、だって練習の時はさ、はい、普通に入ってるわけじゃん、はい、だからそれをやっぱりやれば、はい、いいんじゃないのかなと。はい、わかりました。ちょっと泣きのモーニングいいですか。泣きのモーニングちょっと今の意識して okay, okay. ちょ、いいですか。そうだね、そうだいいですよ、そうだ、納得いってないよね、やっぱはい、okay、悔しいですね、okay、 はい、じゃあもう2ゲームいきます。その2ゲームちょっと最後出し切ります。 OK、 はい、お願いします。おお、お願いします。まあちょっとこんな機会ないと思うんで、はい、せっかくのチャンスなんで。そうですね、はい、違いますね、クオリティ。なんかやってて動画で見てるのとやって感じることがやっぱ全然違う。あ、全然違うだろう、はい、なんかすげえ圧が感じるんで。あ、いや見せて分かるよ、うん、感じるし自分なんか余裕がないんですよね、僕、うん、やってて。まあ、けどやっぱトップ選手なんで、まあ、それは当たり前じゃないですか。けど出し切るだけですよ、ちょっと。まあそうだね、心臓をこう、もうなくすものは別にないんで、はい、ちょっと前ですね、ポジション。あ、おー、わお、あの球をさ、あそこに仕留めてくるってなかなかなかったよね、お前で。おお、あれぐらい前に入んないんだよ。おお、それだね。スコースコー、全部サーブ。いけいけ。おお、ナイス。おお、ナイスさん。
おお、いいじゃん。おお、ナイスレッツゴあうわいや、めっちゃ良かったのに。マジ惜しかった、今。惜しすぎたね。最悪、今。近かった。はい、近いですね。力が入っちゃうわ。力が、今、まず力が入っちゃいました。チャンス。難しいけど。チャンスだと思って。うわ、きれい。おぉ。2ゲーム。2ゲーム。チャンスだろ、今。ワンゲーム取って帰りたいっす。マジ、そうしてる、ほんとに。ありがとうございます。それで最後泣きの2ゲームわざわざやってもらってます。ありがとうございました。最後のショットちょっと最後あれね、あ、もうこれ来たと思って力入ってあそこちょっと冷静に、そう、なんか力ってよりもタイミングで、そうです、タイミングでトンって言って手の間でポジション取って、はい、先生なんかわざわざアドバイスも本当もらって貴重な時間も、ちょ、今度僕九州に金が開けよ、泣きのちょっと1ゲーム取れる取れるまでちょっと諦めない。コートも綺麗になったし、はい、あ、そうなんですか、ドアもあるからさ。そうなんですか、なんか新しくできた。コートはどうしたんですか。宣伝し、はい、もちろんです。あの中学生で、あの高校どこ行くか迷ってる人はぜひ柳川高校、僕は去年の4月からテニス部のコーチしてるんで、ぜひお願いします。お願いします。豪華ですね、全日本選手権ベスト4の人が本村さんもいる。本村さんプロも優勝者2人いるっていうことで、はい、じゃあ今度柳川高校でハードワークプラス翔さんから1ゲーム取れるまで諦めないっていう、そうだ、ね、やつをちょっとやっていいですか。そうだ、ね、先生またありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。はい、ということですね、今終わってこれからエンディング取っていきたいんですけど、やっぱこう賞金総額100万円とかでもう優勝バンバンしてる選手、やっぱレベルがやっぱ違うんですけど、片山プロから教えてもらったことをしっかり吸収して、最後、まあ、新しい自分がなんか見えたじゃん。いや、見えたね、うん、それがすごい本当大きな収穫だと思うんで、うん、まあ、今日はしたんですけど、あのしっかりただ負けるだけじゃなくて、あの収穫できるところを収穫して終わったんで、すごい本当に濃い時間になったと思います。はい、はい、ですね。次回は違う選手と対決させてもらえるということで、まあ、ちょっと時間が時間なんで、リはセット練習ってよりも多分ポイントタイブレーク対決でみんなで回していくと思うんですけど、うん、またそちらの動画もぜひ皆さん楽しみに待っててください。で、僕のスポンサー様のテニサー様、イプタンメ様、オリシブ様、浜松の日焼け様、いつもサポートありがとうございます。ありがとうございます。で、僕のこの T シャツもオミグッズとして概要欄から販売中なんで、興味ある方はぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。次回予告へどうぞ。ガルギブレイということですね、伊予銀行編特訓ということで、これから草原プロと、アプロじゃないですか、アプロじゃないですか、草原選手と一緒に、今日も日本だけ24位なんで、まあ、実力的に言うともう本当プロみたいな、登録してないだけです。はい、河野選手に今日は来てもらいました。お願いします。で、今日本ランクは何位なんですか。日本ランクは38位です。38位、